と思ったらそれ赤ちゃんだから頑張って出してっていうね。もううんちと赤ちゃんの違い分かんないですもんね。分かんない。私ずっともう直前になって、うん、出産の時うんち出たらどうするんだろうって思って、うん、うんち出産でずっと調べてた。え、私助産師さんに聞いたよ。え、そしたらなんて言ってました？なんか出ちゃう人っているんですかって聞いたら、います、でも大丈夫ですって言ってた。そうそう、だから全然普通ですよって言われて。そうそうそう、いるんだって。あ、そうなんだと思って、うん、だからそんな助産師さんは気にしてないみたい。気にしてないですね、うん、だから出てもいいっていうか、もう全部とにかく出してくれっていう。出せるものなら出してくれ。いや、マジでかっこいい助産師さん。いや、本当にすごいよ。本当にありがたい。助かる。